長、お話があるんですが。どうした？僕、独り立ちしたいと思ってます。独り立ち？自分の店を持ちたいんです。何言ってんだ。そんなもんお前には早すぎる。師匠、認めてください。自分の店を開きます。もっと修行積んでからに決まってるだろ。まだペーペーのお前に店なんか持てるか。舐めたこと言うな。これを食べてみてください。何？師匠に認めてもらってから自分の店を開きたいんです。来月にでも。何を言ってんだお前は。わしが認めるわけないだろ。お願いします。食べて認めてください。認めるわけがない。食べてみてください。そんなもん食べる価値もない。食べてみて。認められなかったら僕は今は店を開くの諦めます。何？その代わり師匠が認めたら店を開かせてください。お前のようなペーペーの料理なんかわしが認めるわけがないだろうが。それは食べてみてから決めてください。そこまで言うなら食べるけど、わしが何年この世界にいると思ってるんだ。最近入った赤蔵の料理を認めるわけがない。食べてみてください。ああ、お前のその真剣さは伝わった。食べるだけだぞ。認めなかったら店を諦めろ。はい。パク。うまーい、うまーい、うまーい言うてもだ。うますぎて。え？何これ？めちゃくちゃうまいや。今まで食べたことないぐらいうまいやん。ほっぺた落ちそうやもん。どうですか？死ぬほどうまいです。死ぬほどうまいです言うてる。もう弟子に死ぬほどうまいです言うてもうてる。どうしよう。独り立ちされてま。手放したくない。うますぎて逆に手放したくないくなってもうてる。この店ずっと放ってほしなってもうてる。よかった。認めてくれるんですね、独立を。認めるわけないだろ。お前は独立を諦めて、この店の厨房に立て。わしがもうホールに回るから、お前がメインで、ここの料理長やれ。えぐい出世させてる。こいつの料理一つで、えぐい出世させてもうてる。そんぐらいうまいやもん。そんぐらい認めざるを得ないんやもん。うますぎるんやもん。嫌です。僕は自分で店を開きます。お願いします。開かないでください。独立してもうてる。そら独立してまうて。こんな素晴らしい腕を持った料理に、独立しても引き止めてまうて。嫌です。お願いします。僕の人生のフルコース、トリコを初めて読んで、トリコフルコース自分の作ってんのいいなと思って、わしも作ろうと思って、フルコース作ってたんだけども、前菜からデザートまで全部これにします。全部これにしてもうた。わしの人生のフルコース、前菜から出すまで全部これになってもうた。そんぐらいうまい。トリコを10年ぐらい前に初めて読んで、わし小松みたいな料理になりたいなって思って料理始めましたけども、それ以来こんな美味しいものを初めて食べました。あなたは小松です。小松にしてもうた。弟子のこと小松にしてもうた。小松って呼んでいいですか？聞いてもうた。確認取ってもうた。ダメです。ダメだった。小松って呼ぶのダメだった。おー、ゴレンクギパンチ、ゴレンクギパンチ言ってもうた。わし小松にゴレンクギパンチ言ってもうた。よかった。全然ムジムシカタツムリ。チャンネルの登録者はどこにいる？チャンネル達成登録しろ、チャンネル登録しろ。